アロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報は夜のワイキキからお届けします。まずは日本からの到着者数です。12月24日2839名、25日3163名、26日3660名、27日3561名、28日3578名、29日3624名となっています。ワイキキ唯一のビーチフロントに立つコンドミニアムとして知られるワイキキショア、169ユニットが入るこの中型コンドミニアムは、住宅として住んでいる所有者とバケーションレンタルとして旅行者や長期滞在者に貸し出されているユニットが混在し、日本人にも人気が高いことで知られています。今回100万ドルを超える投資により、ロビーなどの共有部分の改装を終え、お披露目されるセレモニーが行われました。このロビーが最後に改修されたのは2004年の初めで、約20年ぶりの改装となっています。ホノルルオーシャンセーフティとアメリカ海洋大気庁 NOAA は27日、ワイキキ沖の海域で母クジラから引き離されて弱っていた迷子クジラが海に戻るのをサポートしたと発表しました。迷子クジラが出没したのはワイキキ西端のデューク・カハナモクビーチのすぐ近くで、ビーチに居合わせた人々が沖合に迷子クジラを押し戻そうとしているのをライフガードが確認。その後、ライフガードがジェットスキーでカイザー海峡の防波堤まで迷子クジラを誘導しましたが、その工程で迷子クジラは岩で切り傷を負うなどしたそうです。 NOAA 関係者は、ザトウクジラの子供だけが泳いでることはまれで、迷子クジラが生き残るためには母親クジラの存在が不可欠だとコメント。迷子クジラが再びビーチに戻ってきた場合には、獣医師などが対応する予定であるとしています。ライフガードは負傷した迷子クジラの匂いに引き寄せられてサメが寄ってくる可能性があるとして、サーファーなどに注意を促しているほか、ビーチ利用者に対し、迷子クジラがビーチ近くに戻ってきた場合には迷子クジラに近づかないように呼びかけています。イルカウォッチングツアー、ドルフィン&ユーなど、ハワイの自然や観光スポットを楽しむオプショナルツアーを行っている&ユークリエーションズが、ワイキキ周辺を走る送迎トロリー、タートルトロリーを12月18日よりスタートしました。このタートルトロリーは&ユークリエーションズのオプショナルツアー用の送迎用トロリーとして、ワイキキからツアーボートが停泊しているケワロハーバーまでの送迎を行うために導入されましたが、なんとツアー送迎以外の時間にはツアーに参加していない方も無料でワイキキからダイヤモンドヘッド方面とカカアコ方面をめぐるシャトルが利用可能となっています。各ルートで1日に1から2便の運行で、乗車前にチェックインが必要とのことです。出発地点はいずれも同社の本社があるワイキキのルーワーズストリートからとなります。ホノルル市当局は、元日の公共交通機関、公共施設の特別スケジュールをはじめ、交通、駐車規制、諸サービスの業務時間の変更を以下の通り発表しました。市バスは日曜ダイヤでの運行となります。スカイラインは午前8時から午後7時まで、市の休日ダイヤでの運行となります。クイーンカピオラニ公園沿いのカラカウア通り、ワイキキの一部のパーキングメーターを除き、路上駐車は無料となります。ラッシュアワー時間帯の上下線の車線数の変更は行われません。ホノルル動物園は通常通り開園、花馬湾自然保護区は休業となります。
以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や最新情報でした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、 YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それでは皆さん、良いお年を。ハッピーニューイヤー。